ええもぎなおです。えー、私は、えー、最高裁に、えー、登場6回目だって言ってますよね。えー、平成30年から、えー、自動車賠償責任保険、えー、障害金認定、事項中断申し立てを出してます。えーっと、図書事件、えー、交通事故において、えー、民事訴訟法、 146条1項の反訴を求めるにあたりあ、これ私が書いてるのね、えー、っと、民事訴訟法第、えー、147条の、えー、自,自動車賠償責任保険、交渉認定、事項中断の申し立てを、えー、交渉の、えー、裁判、えー、認定確定、支払い完了まで求める、えー、申し立て申請をすると。 いうことで、もうそれは定期済みです。そして最高裁にも同様にこれを出していると。普遍期間内に出しておりますので、ですから、これは全部、その全部に則って私が書いているものです。申し立てをもう2年目で出してますから、2年目で時効は中断してる。まあ、イコール、3年で時効ですね、保険はね。 えー、ですから、それは、えー、中断してるんです。<laughs> I'm lawyer by myself, only one。もちろん、六法全書っていうのは、保険法から、えー、自賠責法から、えーまあ、憲法からあの、憲法論を争うのは、実は、えー、最高裁なんで、これは差別行為だと。えー、自賠責法72条公断、えー、差別によって不払いになってる。誰に払う で誰に払っっっててて終わってるのかっていうこことよ、うん、これが裁判なんだよ、うん、だから保全執行と同時にやるよって言ってるの。うん、払っちゃったやつに対して保全執行をかけてその家を叩き売って私の足の後遺障外菌の手術代を出そうじゃねえかそれが、ええ、えこれの激化したものが戦争いわゆる利権戦争ってものですね。ええ えー、裁判で、えー、決着がつけば、それはもう民事上の話ですから、もうそれでおしまいになります。えー、あの私は登庁歴6回だって言ってますよね。えーあのえー、一応書式は、ね、組織が全部整ってないとね、最高裁も、まあ、高裁もそうなんだけど、えー、門前払いなわけね。えー、っと、民法、えー、っと、えー、民法じゃないな、こっちだな。 えっと、法16条1項、法3条、法17条、これ自賠責法だな。法18条、保険法第22条1項2項、私がさっき言ってたやつですね。民法704条、同法709条。これ709条ってのは不法行為を指すのね。そして、民法710条、 えー、それから、道法101条1項2項に基づく、えー、実,実損害の、えー、申し立て債権を、えー、6359万2572円を、えー、これまだ少額のやつなのね、えー、実は、えー、あの足の券が入ってないのよ、全然ね。えー、ででもも上半身だけでも えー、その認定されているものでもこのぐらいあるよっていうその申し立てね。えー、そして認知症や、あのー、虚偽の反問はでっち上げであって、それは損害賠償請求に該当する、えー、事件であるとして、えー、それをわざわざ出している人間たちは、えー、悪意を持って保険金詐欺をして、自分たちの嫁で詐欺をやっていたということですね。 え、足の剣ですよ。こんなになってる人間がお金を受け取れるわけね。うん。えー、東京五歳に提出してますよ。えー、それから、養子縁組不受理。だからが、あのが、子供はいないって言ってるでしょ。えー、それから、婚姻不受理。独身だよってことね。うん。えー、そして、私の戸籍本、当本。フィリピーナじゃねえから。うん。<laughs> この言い方であ、日本人だなってすぐわかるから。うん。えー、私は、 えー、旧姓に戻らず、もぎなおこのまんまです。えー、そして、えー、旧姓は石塚なんだけど、石塚なのね、旧姓はね、ここにある通り。えー、父親は石塚隆、母親が石塚雅子。えー、長女、長女で生まれてますよ、っていうことね。えー、そして、育ったのは東京だから、えー、新潟弁なんて知りません。8年しかいなかったからね、 おじいちゃんの面倒を見るために戻ってましたけどね。うちの一家が。赤ん坊の、えー、千秋は高崎で生まれてますから、父親の子供ではありません。えー、そして、えー、石塚千秋の方は母一人子一人ですね、えー。父親が東京の方の町田にいる時に母親が不定関係をして生まれた子供ですから、えー、そもそもが石塚隆の、えー、遺族年金は受け取る資格がないんですよ。 えー、それを言う前に、ええー、まあ、朝廷前置主義で、えー、不成立ということでちゃっちゃと終わらせましたけど、あの、向こうは行政書士っていうと素人がなんかついてたてねえ、ええー、行政書士ね、えー、裁判は汚いんだ。<laughs> 行政書士じゃ無理だと思うよ。うん。裁判手続きぐらいは私の署名を真似てできるかもしれない。私はこれ実践でやってるから。 そして六法全書と首いっで、えー、相手の弁護士のその文を読みながらあこういうふうに書くんだなと思って、うん、あの最高裁まで上っていってる、えー、弁護士は、えー、結構ね、うん、あの最高裁判例をたくさん出すのかなと思ったけどそんなことはないあと条文も、ねえー、たくさん書くのかなとそんなこともないんだよ実はねピンポイントなのね、えー、保険法第22条一項二行法令違反私に未承諾そして もう終わってます。あの、後遺症払われてません。係争中です。誰に払ったんでしょうどうして終わったんでしょうそして、坂東麻里子と藤中麻里子は、えー、両者の役員としているけど、大沢麻里子という女がいますよね。えー、東京に豪邸もらってるみたいなんですが、その女は怪我を負ってませんけど、なんで豪邸もらってるんですかそれから、 えー、布施千明子と、えー、和田愛子さん。えー、これは、えー、相続軽送人であり。今井陽子さん、今井玲子さん。これも、えー、父親の、えー、相続の、えー、遺族年金の利害関係人ですから承諾行為は一切できない。代弁行為ができないんだよ。法律上。わかりましたその行政書士さん。うん。あなたは、私の代弁行為はできない。軽送人だから。うん。わかったか原田。 お前は弁護士じゃなくて行政書士かな坂本真二ってのは行政書士だからな。うん。代弁行為はできない。行政書士はそもそも代弁行為はできない。弁護士も私は係争人だからね、相手は。代弁行為はできない。払った分だけ言える,言え,る言えない。係争してすぐ上げてるから、うん。言えない。後遺症の診断金が出てないじゃないかと。 言って、えー、してしるだから、お前が代弁行為はできない、分かったか、うん、それは払われてない、足の行為障害金を計画的に、えー、打ち切った三井住友海上の犯罪であり、えー、そしてそのくせに、坂、え、東、ーえー、マリ子や伏施千秋や、えー、それからもう1匹が、あそうだそうだ。 えー、川崎それには豪邸三昧なのはどういうことなのか、えー、ぜひ説明責任を果たしてもらおう。以上です。はい